率いられた獰猛な犬軍団は全銀河系をその手中にほぼ収めつつあった。惑星ヌトリートを制圧したフォン・ラフボーン将軍は最終目的である惑星に軍勢を集めつつあった。その惑星とは心優しい犬一族が住む惑星ケーナイナスである。ケーナイナスの住民は彼らの進軍を予期してある方策を講じた。フォン・ラフボーン将軍の到来が告げられる前に子犬ケーナイナスの希望の星を乗せた骨型ロケットを宇宙の大海原に向けて打ち上げたのである。子犬のたどり着く先は天に任せるしかなかったが、幸運なことに子犬を温かく迎えてくれる惑星にたどり着くことができた。そこで子犬は力を得て経験を積んだ。いつの日か惑星ケーナイナスに帰還し、フォン・ラフボーン将軍を倒すために。